熱血。人情派コメディシャカリ期駐在さんは、朝日放送で2012年4月8日から2013年3月31日まで、放送されたコント形式の公開バラエティ番組である。放送時間は毎週日曜日の12時12時55分。ハイビジョン制作、字幕放送を実施。大阪の大都会から少し離れた町、花月町にある駐在所を舞台に、 近所に住む住民たちの問題や事件を解決していく人情コメディ。本作は花の中財産、さんの中財産、1、2、中財産だと、に続く中財産シリーズとして位置づけられており、何は人情コメディ横丁へよこちよ。以来、6年ぶりの日曜衝撃場レギュラーとなる、キングコングの西野昭弘が4代目中財産を演じる。このほか 西野の相方、梶原雄太をはじめ、日曜衝撃場初レギュラーとなる、月亭発行、内場勝則、宇都宮牧が脇を固め、当時 NMB48 に所属していた、福本愛菜、高野優衣が花を添える。発行は父、月亭発行が、三馬の駐在さんで演じた役と同じ、先輩警官役に挑戦し、第26話では発行との親子共演が実現した。 また、第10話からは、脳動脈瘤で、解答手術を受け舞台復帰していた、池の目高が、お笑いドクター24時、花咲診療所編以来、2年ぶりに、レギュラーに加入し、テレビ復帰を果たした。しかし、視聴率低迷により、2013年3月末での、当番組終了を機に、日曜衝撃場を一時休止とし、2013年4月以降は、 プレミアムサンデーに改めた上で、1時間ドラマの再放送枠や特別番組枠を経て、2015年1月からは、吉本工業が制作に関わる旅バラエティ番組、地元一ドライブ地元の一番でおもてなし旅が放送されていた。番組は後アップ吉本で主に毎週木曜日に公開収録が行われていた。観覧は、チケット吉本、チケットピア。 ローソンチケット E プラスでチケットを販売する形式となるが番組公式サイト内で観覧チケットプレゼントも行われていた。全番組アンニュースの終了テロップ表示時の5秒間、西野と梶原によるこの後はシャカリキ駐在さんお楽しみにという予告がコールドオープンとして映されていた。基本的にはコメディ形式でストーリーが進んでいくが、 会話の途中のキーワードなどがきっかけで NMB48 や AKB48 の曲が流れ出し、それに合わせて福本や高野がダンスを披露することがあった。制作局の朝日放送ではファミリーマートの一社提供で放送されており、そのため劇中登場するコンビニのファイブアップマートのフォントや看板の色はファミリーマートと同一のものが使用された。放置するように、 ファミリーマートからは番組タイアップ商品も発売されている。2013年10月15日から17日の3日間、熱血。人情派コメディシャカリキ中在産リターンズとしてナンバグランドカ月でイベントを開催された。週替わりでもアップ吉本ゼロメンバーこうきらめき、メンバーの芸人一組が出演。この他にも、吉本芸人や吉本新喜劇座員をはじめ、タレント、 俳優が出演することがある。ほっとけ。三人組同様、今作も話数の表記。ありがとうございます。